宇宙飛行士山崎直子さんを乗せたスペースシャトルディスカバリーは順調な飛行を続けています山崎さんは先ほど宇宙での初飛行仕事を行いました日本時間の昨日夜無事打ち上げられたディスカバリーは予定の軌道に達し山崎さんらクルーは今朝9時過ぎに起床しましたそしてつい先ほど午後4時過ぎから山崎さんらはロボットアームを使って機体に異常がないか点検作業を行っています ディスカバリーは現在アンテナの不具合でデータ送信ができなくなっていますが飛行に支障はないということです7日夕方に予定されている国際宇宙ステーションとのドッキングでは日本人飛行士同士の対面が初めて実現します